南米トラップの応用編です。キルというコントロールですね。キックフェイントが入っています。ボールにバックスピンをかけることで相手を騙します。タイミング、距離を間違えるとディフェンスに取られてしまいます。アウトサイドでも同様です。アウトで返す格好をしてコントロール。